信号転送のためのツイストペアケーブルの規格である。既存の買い規格であるカテゴリー5、5E、カテゴリー3などとの上位互換性を有する。ギガビットイーサネットでの使用を想定し、カテゴリー5と比べ、より厳しいタイノイズ使用を有する。10ベース T、100ベース TX のケーブルとしても用いることができる。 ケーブルは4体のツイストペアケーブルで構成されている。終端は UTP ケーブルでは RJ-45 コネクタとなっている。カテゴリー5ケーブルと同様に、普及品はシールドされていない UTP ケーブルがほとんどであり、工業規格化されている STP ケーブルはカテゴリー 6ASTP のみである。そのため、 カテゴリー6以下の STP ケーブルについては、一般での適用には、機器側対策も含め注意が必要である。主にセンベース T やセンベース TX で使用されるケーブル。寛容的に、CAT6、または CAT6 と表記される。カテゴリー5、5E より、限退率、NEXT、SNEX 度の低い伝送を行うことができる。 伝送周波数帯域は 250MHz。後に策定された 10Gbest-T では UTP ケーブルのケーブル長は最大3 7ルあるいは5 5ルとなっている。寛容的に CAT6A または CAT6A と表記される。10Gbest-T の性能を十分に発揮するものとして企画された。周波数は カテゴリー6の2倍の 500MHz となっている。2008年2月ティアは、4、ペアカテゴリー6ケーブルシステムにおいて1 0ガビットデータを100メートルサポートする、ケーブル規格を、カテゴリー 6A とし、ティア -568B2 から10規格として、ティア TR42.7 委員会にて制定され、後に、アンシーにより正式承認された。しかし実際には、 UTP ケーブルでは、ある一定の条件下では十字別 TCO を完全には満たせないケースが指摘されている。ISO, IEC25N1173 では、カテゴリー 6A、7ASTP ケーブルが規定された。カテゴリー 6E、エンハンスドカテゴリー6、CAT6E、CAT6E などといった規格に準拠していると、 表示されたケーブルが2005年頃から販売されている。これらは ISO 規格やティア規格ではなく、ケーブルメーカーの独自規格である。そもそもカテゴリー6ケーブルは1000ベース TX 向けに規格化され、4つのペア線を確実に分けるためケーブル内に十字解材物が入っている。この点で1000ベース T における仕様が想定されていたカテゴリー5ケーブルとは異なる。 しかし実際には1000ベース TX がほとんど普及を見なかったため既存のものを含むカテゴリー5以上の UTP ケーブルでほとんどの場合1000ベース T によるギガビットイーサネットには対応できる状況となっている。なお、ほとんど普及していないため通常は問題にならないが規格上はフルクロスケーブルは1000ベース T 用と1000ベース TX 用で 仕様が異なるため共通仕様はできない。ありがとうございます。